同じエンジンラインナップとしてもスタンダードが一番ベーシックになります、はいはい、これは X ラインというものになりまして、真ん中ですね、スタンダードが一番、はい、で一番、はい、X ライン、で一番上が M スポーツ、あー、 M スポーツとかも姉妹とかステアリングとかも変わってきますので、 X ラインだったらアンビエントラジックになる、いや、オプションになってしまう、そういうのはオプションと、はい、はい、わかりました。ここは液晶パネルかどうかですか、デフォルト。これも、はい、デフォルトになってます。そこの中、ナビとかに変えれるんですか？あ、ここですか？はい、こちらをナビゲーションは できないですね。もう基本的にナビゲーションはこちらになります。あ、そう、新しい3シリーズ X5、Z4 に関してはこちらに、液晶に、こちらの防犯防止で、防犯防止で付けさせて、例えば、エンジン開けっぱなしで、はい、外からこう衝撃があったりとか、その外から開けられたりとかっていうことがあったら、ピーピーピーってなるようになってます。はい、こちらで。これなんですか？これは ETC の、ETC が基本的にこちらで入れさせていただいてるんですけど、例えば値段が出たりとか、ETC 大きくアクセスとかっていうのがこちらで入れる。エラーの場合もこちら、基本的に青に付いてるんですが、オレンジになったりとかするとエラーの処理になりますので、はいはい、で、何を書いて、基本的に今ロックかかってますので、こちらボタンを押しながら手前でドライブになります。ここがボタン、はい、こちらのボタンですね、はいはい、で今その際も押しながら、2回奥でお願いいたします。はい、こちらカメラ、パーキング D のボタンを押していただいてますと、パーキングギアに入りまして、あ、これはもう押すだけ、はい、こちら押すだけです、はいはい、でこちらサイドブレーキになります。もう手動と同じ感覚なんですけど、はい、起こして解除、はい、あ、もうこれ押したらこれ解除なんですか？はい、で引くと、はい、かかります。はい、これは押す、実際にオートホールドがついてますので、今、はい、話していただいても大丈夫になってます、はいはい、あとは、こちらがフロントにカメラがついてます。フロントカメラを見る場合はこちらで、リアカメラとフロントカメラがついてますので、はい、あと上からのものを見るようになってます。これは、低速の時だけ、高速で走ってても、高速も可能、ボタンを押せば可能ですね。あ、ドアの開閉した時何ですか？あ、はい、今開いてますよとか、あれですね、開けた時に、あ、そうです、光るかもとかも分かるわけですね、はい、これはサイドと前後のカメラで合成して作ってます、はいはい、あと今基本的に今走行モードが3つ選べるんですけども、はい、基本的にコンフォートモードになってます、はい、それは普通に出てきてるかなんですけども、はい、スポーツになりますとコンピューターでちょっと出力を上げるので、うん、急な坂道とか海に登りたい時はスポーツモードに設定していただきます。でコントローラーになりますと基本的に燃費重視になりますので、はい、例えば結構踏んでいてもこう速度が出なかったりとか、エアコンの気がちょっと変わったりするっていうことがあります。プロセスの燃費重視のモードになります。今コンフォート、はい、基本的にはコンフォート、ワイドスイッチをストップオフにしたんですけど、アイドリングストップはここなんです。ここで、あー、これ横滑り防止ですね。なるほど、はい、基本的にはオンになってますけど、もし、手動でオフにしたい場合はこちらに押していただきます。なるほど、でこちら今ライトついてますので、アイドリングストップしないようになってます。ここだからここにしてるか、分かりやすいです、はい、あとこちらエアコン換気ですね、はい、こちらがシートヒーターの、こちら1からのプログラマブルボタンと言いまして、はい、簡単に言うとショートカット、はい、あ、ちょっと話したけど、あ、大丈夫です、はい、あとはそうですか、あとマップのボタンは基本的にこの画面になるのと、ナビを押していただくと、ナビゲーションを設定ができます、はい、もしくはマップの時点で基本的にこちらで操作いただくんですけども、左に倒すとこうなりますので、これで目的地に入力とかでも、タッチパネルが表示になってますので、手でタッチしていただいての操作も可能になります。
にはこれでええの、うん、横のナビゲーションの大きさですか。ちっちゃい。あ、いや他がね。あ、本当ですか。こういう横流れ。あとはそうですね、あと基本的に使って走行中使っていただくのはそうですね。フロント、リア、リアってどうやって使うんですか。あ、フロントはどれですか。あ、フロントがですね、さっき残ったギアがオフですか。そうですね、はい。今リアでパーキング入れたからリアの人ね。そうですね、すいません。ドライブに入れたら、ドライブに入れたら取れる。ドライブに入れたら、そして、ね、あ、そういうこと、さすがにそういうことですね。なるほど。今はこれでじゃあ、はい、見せてください。これでちょっと行きたいと思います。はい、そろそろ出発して。はい、大丈夫です。はい、はい、アクセル踏んでいただいて大丈夫です。で、サイドミラーの小さな三角がその車を通ってチカチカするようになりました。ちょっと小さいですね。はい、わかりました。はい、これを今作動することになります。基本的に、はい、作動してます。はい、安全装備なんですけども、はい、このハザードランプの下のこのマークが青になってます。青だと全部安全装備がチェックされてるっていう証になります。で、オレンジになりますと、1個でも欠けてるよってなりますので。あ、そう、センサーがおかしい。そうですね、はい。センサーがチェックついてなかったりとか、はい、そうですね。で、これ例えば、この横にも近いじゃないですか。はい。この辺のピッピッピみたいなのがないですから、ね、近い。この距離だと多分、出ないです。そうですね。出るとしたらどこに行くんですか。音が鳴るのと、はい、どの場所ですよね。あとははい、ちょっとさっきの画面とは異なるんですけども、はい、上から見た車の図が出まして、はい、で、まあ、その、対応しているセンサーのところがこう色がついてます。わかりました。基本的にこちらで映ります。はい、で左でお願いいたします。はい。左。そうなの。あ、ちゃんと出てんのか。すげえ。障害がめちゃめちゃいけるはずなんですけど、ミラー的にはこのセンサーで。はい、大丈夫です。で、こちらの交差点を右でお願いいたします。かなり自動的にキュッてなるので。でも変わらないでしたっけ。でもそうなんですよ、たぶんボーディングをしないと逆にそうなってるんですよ。欧州みんなついてるかな。結構自分の存在を周りに示すっていう意味でも計画したいと思います。そうですね。前見にくいけど、ズドンって下がってるんですよね。そうですね、ズドンと下がってる、ね、なかなか何となく運転しやすい。さっき、はい、いやいや、フロント見た時にどこまで伸びてるかなと思ったんですけど、まあ、あれついてるし、はい、
ベルベル低いんですよ、車高が。あ、そうなんですか。うん、なんかね、スポーティーに走るからかもしれないですけど、間ぐらいです。これとあの、そのセダンと比べると真ん中ぐらいです、高さ。でも逆になんていうんですか、セダンの乗り換えとか、はい、もしやすいかもしれない。そう、あ、そうですね。まだマスク。あ、そうか、そうか、失礼した。全然できるんですけど、このぐらい高さの、まあ、その見渡しとかも、そうですね、高くない、まあ、正直これぐらいは、まあ、ランクルまでいかなくていいから、あの、そうですね、これぐらいの方が違いがあるので、今の車との違いを出さないと、今の車の違いがあるので、はい、はい、そうなんです。